勝者に天竜原が挑戦。そして31日、北海道函館に飛びまして、この高松の勝者対高崎の勝者の間で、世界タッグ王座選手権が行われます。3連戦でありますが、果たして最後まで生き残れるのは鶴田八つ組か、それともハンセンボディ組か、熾烈な戦い模様となっていくでありましょう。さあ今日は萩大会の前哨戦でありますが、おっとスタンハンセンを包み込んでスモールパッケージホールド。この技でスタンハンセンは大きなタイトルを2度失っています。さあ包み技に持っていきました。リングの中央からややブルーコーナーより、さあジャンボジャンボと声をかけました和島であります。和島の動きも今日は的を得ています。こうやってね、やっぱり真剣にね、はい、今まではね、なんか縮まってるんですよね、そうですね。さあ鶴田がちょっと打たれています。前哨戦の萩大会だけにちょっと弱みを見せたくないというのが気持ちでありましょうか。しかしスタンハンセンとテニーボディのつなぎがいい。今度はもう一回、おっと大きなレスラーの山の上に2人、ガリバーの山であります。ちょっとスタミナをロスしたジャンボ鶴田、和島の出がちょっと遅いような感じがいたしますが、和島が来た、和島が来た、さあさあ打ちまくる、テリーゴディに打ちまくる、スタンハンセンも打ちまくる、肩を当てた、スモータックルで、おっとスタンハンセンを送り出した。これはタイミングよく決まった、川津掛けから川津を落とし、さあ和島がテリーゴディからピンボールを取れるか、これは大金星だ、大金星だ、大金星、カウント1です。さあ場外ではスタンハンセンとジャンボ鶴田、もう1回コブラクロウ、コブラツイスト、コブラツイストに入ります和島。ここでのコブラツイストはどうか。さあ左手を上げた黄金のラリアットを取っていく。和島の首がぐらっときました。さあ大変なことになりました。さあ大変なことになりました。和島が場外であります。今のウエスタンラリアットは攻め込んだところに来ましたので、相当効きましたね、ロバさん。そうですね、ねえ、ちょっと苦しいか、和島がここで立ち上がらなくてはいけないんです。大きくならなくてはいけない。元横綱の名誉にかけましても、プロレスで体勢しなくてはなりません。ああ、和島立てません。1回は這い上がって。